え、これ、アキラさんのベストアルバム、うん、はい。うん、発売になりましたね。昨日ですやん。8月6日に発売って書いてますよ。あ、昨日でしたかもう少し前に。え、ばあ、新曲を含むオールタイムベストアルバム8月6日発売って。まさに昨日ですか週刊女性。ええ。ほうほうほう。新曲ありますとか。 新曲あ,あるんですかああれらあら, <laughs> あら,らえー、週刊女性によりますと、はい、おなんか全然レコード会社の宣伝担当の人も秋菜さんに会えないんですってへえどういう状況なんかがわからないのでということですねの体調が面白くないですかね。うん どうなんでしかしまあこんだけ間空いてると僕らあの全盛期知ってて、ねうん、好きですけど、はい、こ,のここでの出方次第で今後<お>あのほ本当に一定のブレイクっていうかをするかせえへんか、はい、結構大事な大事なポイントでだってもう、まあ、中森明菜って誰っていう人がもうかなり 出てきてきるわけなんでね,ねまあ少なくとも放送の世界テレビやラジオの世界で言うと結構ここ,こ,こ数か月大事なところだと思うんですけどねええうんあのしかしまあこんだけ間空いてると僕ら全盛期知っててで好きですけど、はい、こ,のここでの出方次第で今後、うん、あのあ,あるんですかあれ あら,あららえー、週刊女性によりますと、はい、おなんか全然レコード会社の宣伝担当の人も明菜さんに会えないんですってへ、えー、うん,でうんどういう状況なんかがわからないのでということですねの体調が思わしくないですかね、うん、そうなんですかね、うんそ もう少し前にえばあ新曲を含むオールタイムベストアルバム8月6日発売ってああまさに昨日ですか週刊女性ええ、うほうほほ新曲ありますどっか新えこれあきラさんのベストアルバムうんはい、うん、発売になりましたね昨日ですやん8月6日に発売って書いてますよあ昨日で